6番の細田純平、ジャンバイから抑えて主導権か、8番の竹本大志、これをさらに叩きに出るか、あるいは中段か、ここは細田があくまで主導権です。中段からジャンマイを抑えて主導権を握りました。6番の細田、後ろが岡山勢、最終周回8番竹本、ちょっと苦しい体勢で中段の外目、中段インコースには9番の今藤康弘、竹本交代、おっと落車があった。2番の興梠裕二も落車転倒です。2コーナーからバックに入りました。今藤がバック4番手からまくっていきます。先頭は6番の細田純平、番手まくりは1番の藤原優斗、藤原合わせていきます。9番の今藤康弘、両者のまくり合戦ですが、1番の藤原、9番の今藤、4コーナーから直線です。両者がっぷり四つですが、9番の今藤康弘、うち1番の藤原優斗、両救われるんだよ、細田さん。そう、あんだけ言ってくれたらもう勝たんと申し訳ないと思ったんで、はい、引きつけて持ってったり、はい、できればね、細田のためにもなるんですけど、今の技術じゃそれができないんで。ただ細田さんからもらったスピードを殺さずにそのまま行けました。そうですね、はい、行かれるかなと思ったんですけど、はい、踏ん張れてよかったです。今口さんもね、いい勢いで来てたんですけど